ルイーズ・ド・ロレーヌ・ボーは、フランス王アンリ3世の王妃。ロレーヌ公、アントワーヌの次男、メルクール公ニコラとエフモント・ハクヤン4世の娘、マルグリットの子として、ロレーヌ公国で生まれた。ルイーズを産んだ翌年に、聖母・マルグリットは死去し、父と、ママ・母・ジャンヌ・ド・サボワ・ヌ・ムールに疎まれ、ルイーズは静かで従順な子供として育った。また、非常に信心深くなった。 1574年、ポーランドールに選出されて両国へ向かう途上、アンジュー,ーアンリは、姉、クロードのオットロレーヌコーシャルル三世を訪問した。その時、アンリは、シャルルの十枚であるルイーズに魅せられた。ルイーズはブロンドではなかったが、魅力的で愛らしく、アンリが化粧していたコンデコー、アンリ一世妃マリード・クレーブによく似ていた。彼はルイーズを忘れられなくなった。 同年に、アニシャルル旧姓が創生し、アンリはフランスに帰国して、王位を継いだ。はじめマリーを夫と離婚させて、自らの妻にしようと考えたが、マリーも同年に、肺の伝染病で死去した。深い嘆きに打ちひしがれた後、アンリは、ルイーズと結婚することを決め、母カトリーヌと重臣らに相談して、同意を得た。ルイーズ王妃、アンリの戴冠式の2日後、 1575年2月15日に結婚式が挙げられた。馬鹿げた茶番のせいで式は夜に始められた。アンリは神父のドレスのみならず自分の服もデザインし夜までかかってルイーズの髪型を整えていたのである。幼稚な行動に焼きもきさせられながらもルイーズは夫を崇拝した。子供を作るという点ではこの結婚は失敗だった。 ルイーズはうつ病を患って痩せこけ、夫と共に信心深くなり、息子を授けて欲しいと巡礼地をめぐった。1589年に、ルイーズは、シュノン総状を受け継いだ。ルイーズが城に滞在中の同年8月2日、アンリは暗殺された。ルイーズは、模服を着て広い城内の通路をあてもなく、さまよい歩くようになった。ルイーズは1601年に、 オーベルニュノムーランで死去し、カプチン会の修道院に葬られた。フッコベルボン朝の1817年、彼女の棺はサンドニ大聖堂へ運ばれ、夫アンリ三世の隣に改装された。ありがとうございます。